皆さん、こんにちは。今日はちょっと雨だったんで、インドアな生活をしてたんですけども、で、ウッドハンドルの手入れをしてたんですよ。まあ、本2、3分ぐらいかけて、椿湯になるんですけど塗ってたと思います。まあ、1時間ちょっとぐらいかかってるのかな ?1 時間。 で、まあ今ちょうど梅雨の時期でね、天気がよくわからないですけども、で、休みの日はほぼ、渓流行ってますね、雨以外は。まあ渓流釣り、渓流で焚き火、で渓流でご飯を食べるっていうのが、面白いし、うん。 まあ心は癒されるんですけども。で、あまり紹介、今年、そうですね、春から結構行ってるんですけど、まあ時間の関係だったりとか、なかなかビデオ、いいビデオは撮れなかったりもするんですけど、で、ハンドルの手入れをしていて、ブッシュクラフターですね、これ。ハンドルを削ったんですよ。 もともとね、削ろうと思ってて、まあ、伸び伸びなってたんで、で、まあ、梅雨がね、もう時期、開けると思うんで、まあ、これを使いたいなと思って。まあ、あんまり極端に削るのもね、大変なんで、もともとこれ、25.5ミリ、あったんですよ。で、今はね、25ミリですね。 24.930.5mm <coughs> ぐらい削ったんですけどもでここがね角張ってたんですよねなんでまあ厚さはそんなにでもないんですけどここを丸くしてますこの辺はそのまま。 元よりはかなり握りやすいと思いますね。これでね、あと仕上げていくだけなんですけども。これはね、クルーウェアで。で、ブッシュクラフターのハンドルは、これ2020年、ランだったと思うんですよね。だから最近のハンドルは太いと思いますね。で、結構、 ブッシュクラフターは使ってると思いますねで。今も5本あるんで、これがね、昔ですね。ハンドルが全然違うんですよ。太さも違うし。コンターじゃないんですよね、昔のハンドルは。まあ、これはこれで好きなんですけども。 これはね薄いですよ21ミ、mm、リぐらいだったと思うんだよねそうですね21.18、うん、カーリーコアこれはもう宝のハンドルですねで 同じクルーウェアでこれもね太いんだけどこれと同じだったんですよね太さこれ25.5はあるんですよただこのジオ,ジオメトリー形成が違うんですよね、まあ、や,ややこ,この辺はこれなんかより丸かったんですよ これに近いハンドルになってますね。厚さはこっちの BCM の方がね、太いんですけども。重量はね、多分今新しく出るとちょっとわからないですけど、まあ、190g ぐらいはあると思うんですよ。マテリアルによって変わるんで。で、サイズ感がね、 ブラボーなんんかよよりりはだいぶ小ぶ小に感じるんですよねブレードは1 0センチでハンドルは1 1 5セチで厚みは 4mm ですねこういうフルハイトのであれば結構極端に軽くなるんですけどねただティップは細くなるんですよ こっちの方はね、これなんかよりは古いはずですね。これで23.5ぐらいだったと思うんですよね。22か。0ロなってるね。23あると思った二22.6。23弱。 かる場所が悪いかなうん縮んだのかなこれ。記憶と違うなうん。これなんかもね、これも譲ってもらった2本ね、マスターから譲ってもらったんですけど、これはハンドル削ってないですね。で こ,この辺がね、削ってあるんですよね。ただこれは、まあフェザースティックを作りやすくするために、まあ削られたんですけども、まあ確かに作りやすいですね、これは。で、これが LT になるんですよね。LT がね、3ミリ厚3.2だったかな。 そうですね。3.2ミ、mm、リ厚ハンドルはね、これで23.5。ちょうどいいぐらいなんだよね。23か。意外に角張ってる。角張ってるハンドルの23ミ、mm、リ、うん。これが一番ね、ちょうどいい。23であれば、角張た方がいいですね。25とかね、まあこれ、好みによるんだろうけどね。 少し丸くなってた方が握りやすいと思いますよ。ちょっとこれ全部使えるかわからないですけどね。まあ、ブッシュクラフターをね、使おうかなと思ってるんで。うん、BCM レッドライナー。これもいいね。これ去年、<laughs> 去年だね、去年、去年。先生はね、ブッシュクラフター使うのやめちゃったんですけど、でもブッシュクラフターも、うん、より良いね、ファイヤーメイキングナイフの一つだと思いますね。まあ、また2もあるんですけども、これがいいですね。でシースは基本、 JRE のモデル E っていうのに入れてますね。で、これはね、ちょっとね、カスタマイズしてて、このダングラーが外せるんですよね。ここにネジ穴があるんですけども。で、ネジロックで止めてあります。で、これなんつったっけなハスプダングラーっていうのかな通常はこの D リングなんですけども。でこれはね、 ちょっと識別するためにここに刻印を入れてもらってるんですよねベルトループにもちろん裏にも入ってるんですけどもまあブッシュクラフターを入れるんであればこれ入れてたのこれかうんちょうどいいと思うんですけどねこれぐらいで私はいいですねただもっと深い方がいいっていう場合であれば これはモデル M になるんですけどこれを M に今入れてんのかこんな感じで深めに入るんでねこれぐらいでまあディープキャリーの方がいいようであれば M を使った方がいいですね2もね M にはね入るんでまあ E の方はコンパクトにはなりますけども これぐらいの深さでね、ピンの下ぐらいですよね。うん。ブッシュクラフトの生産また入ってたのかな。ちょっとね見てみないとわからないけどね。今年はねもうあまり。 うん、ナイフを買わないで今あるのをもう一度ね、すべてね、使い直したいなと思ってたんですよ。だから今年はほとんど買ってないと思いますね。ただね、ちょっと先日、一本買い足しちゃったんですよね。まあ、あと何日かでね、来ると思うんですけども、うん、今あるものを存分にね、使おうと今。今年はそういうふうに考えてたんで。 ナイフもね、で、今年使いながらですよね。随時、譲渡できるのは少し譲渡しようかなっていうふうに考えてたんですよ。ただ、まだね、まあ、うん、いい方がいなかったっていうのと、まあ、なかなかね、<laughs> どれを譲渡するかっていうのもね、考えちゃったりするんで、ね、まだ今年は一 ししか譲渡してないいと思いますねうん。多分ブッシュクラフターもね、今、3V とね、クルーウェアどちらかだと思うんですけどもね、生産されると。ただね、レベ,ベルは高いですね、こういう。まあ、研いでますけど、これがスタンダード。こちらがセーバーコンベックス。 多分最近のはねこれよりね高いと思いますよレベルの高さがね多分オーロラス漢字と同じぐらいだと思うんでまあ好みではね私はまあこれ高い方が好きだしでまあブラボーぐらいのハイコンベックスが好きなんですけども今のね レベルであればカスタマイズさせしなくても、うん、十分なのかなっていうふうには思いますね。うん。まあ、ブッシュクラフターもね、いいナイフなんで、まあ、ぜひ使っていただければなと思います。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。